はようございます。お久しぶりでございます。お久しぶりです。本日は久しぶりの喫茶店企画です。やったー、忘れとった。カフェどうですか？でも楽しみにしてます。カフェ、はい、おかげでね、もう放送直後はてんやわんやとはこのことですっていうくらいでした。ただ今暑さもあって少し落ち着いてて、はい、ちょうどいい感じでございます。よかったです、はい、それは。ありがとうございます。今回は久しぶりのレトロ喫茶店巡り糸島編。あ、めっちゃでかい。でかっ。老舗の喫茶店で大人気、ボリューム満点パフェに感動。そして北海道の名店の味を受け継ぐカレーも登場。さらにその店にあったのは、え、なんかあれみたい、秘密基地みたい。そこ本当懐かしいけど新しい、 Z ちゃんと翔平さん。今回も2人には喫茶店の雰囲気を壊さないように自分で撮影しながら行ってもらうよ。まずお邪魔するのは常連さんへの愛が詰まった老舗喫茶店。わー、なんかエモい。コーヒーって書いてある。創業45年を超える喫茶サントス。昔はどの喫茶店にもあったあれが置いてあるよ。うわー、めっちゃマンゴーがある。すごい。こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。マンゴーのパフェがすごいね。すごいですね。コーヒー飲むよりも当時はマンゴーを読みに喫茶店に来るとか言うね。え、ママさん、これは漫画は昔から置いてるんですか？昔から置いてるのにずっと続きを買い足したのと、新しく買ったのと。漫画喫茶の走りがこれです。へえ。漫画好きにはたまらない店だけど、さらにコーヒー好きの常連さんに優しいものが。え、これなんだろう。これ何？コーヒーチケット。昔よく見てたんですけど、これ今もこの制度は運用されてるんですか？機能してます。やってます。機能してます。待ってください、コーヒーチケットって何ですか？何杯分先にお金払っていただいて、はい、でその分の枚数入れておいて、だから普通に1回1回飲むよりもお安くしてます。回数券みたいな。そう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 。コーヒーの回数券、お得なんです。お得ですね。コーヒーにそんなのあるんだ。ある。なるほど。7枚2700円のコーヒーチケット、買えば800円お得なんだって。嬉しいね。もうお金持たずに来てコーヒーだけ飲んで帰る。そう。それだけでやっぱり常連さんがいっぱいいらっしゃるっていうことなわけですよね。ねえ、もうずっと前から来てるお客さんばっかりだから、もう来なかったら心配して電話するとか。ママさんは何代目なんですか？私が経営して4人目。全くの他人がずっと継いでる、あの名前だけ引き継いでやってる感じで。ママもこの常連さんから。いや、私はバイトで。バイトでいました。珍しい。27、8年います。だから次あの子の予定、あと40年私がしたらあなたよね。そんなサントスで人気なのがこのパフェ。手書きがいい感じだね。早速ママに作ってもらったよ。パフェ、あ、めっちゃでかい。でかっ。うわー、でっか。フルーツとクリームがたっぷりの昔ながらのパフェ。中にはバニラアイスも入ってるよ。めっちゃクリームいっぱい。いただきます。ねえ、かわいいね。パフェクリームいっぱい。今なんかこうパフェ食べてもすごい桃丸ごととかそういうのめっちゃ美味しいんですけど、なんかこういうなんか原点のカラフルスプレーとか、なんかもうクリームいっぱいみたいなのがなんか久々食べました。びっくりしました。リポーターでありながらパフェを食べてパフェだってもうパフェなんですよ。ザ・パフェ。なるほど。
失礼します。モーニングで。うわー完璧なエモいモーニングだ。完璧なモーニング。花田さんが頼んだのはモーニング。厚切りトーストが自慢なんだって。この厚かな。厚いよこれ。2枚切りみたいな。ほんと分厚。ちょっとこのままかじっていい？はい。うわ似合う。トースト。同じこと言ってる2人とも。一緒のこと言ってると思って。配信のボケですよ原田さん。バターを塗ってくれて焼いてるの。だから何にもつけなくていいという。だからカリカリ。すごい歴史的なメニューですね。そうです。だから私27年前からずっと同じもの作ってます。おじさんがね一人でパフェを食べれるお店っていうのが。はあ。食べたくなるよこれ。なんか男性ばっか多い。パフェですか。タバコが吸えるから二十歳未満は入れないけど。おじさんがこんな笑顔になっちゃう素敵な喫茶店でした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、移動してきました、はい、次は昭和のレトロ雑貨がすごいいっぱいあるカフェ。ちょっとワクまたそれはそれでワクワクしますね。確かに。そのお店が糸島市二条深江にあるノール。11年前にオープンしたんだ。こんにちは。すごい。エモ。うわちょっと待って、なんか雑貨がちょっと置いてあるみたいなイメージだったんですけど、見てレジまで。わレジがめっちゃシンプル。すごい。昔の雑貨が好きなんですか。あそうですね、はい。すごいよこの奥。えなんか秘密基地みたい。そこほんと。お店のご夫婦が集めた昭和雑貨がたくさん。お客さんは自由に見ていいんだって。私も主人もなのでちょっとかける2なので大変ですね。はい。何この物体。これ生き物ですか。これにも外国のものなんですけど偏ってますけど。懐中電灯で使い寄ったよ。やばー。うちでなんかそういうのが嬉しいです。そうそうそう。うわ昔のサザエさんだ。面白い。ん？なんだこれ。ハサミ焼き手榴弾。あはいはいはい。そういう焼き物で手榴弾昔は作ってあったらしくて。戦時中作られた焼き物の手榴弾。もちろん中身は入ってないよ。店に飾ってある雑貨の一部は販売もしてるんだって。これは私の一押しでカゴですね。昔こういうのでお母さんとか買い物にね。そうでしょう。でもこれは今も作ってあるもので愛知県の方で職人さんが。昔はねみんなこうやってお買い物に行って、これで買い物に俺行かされて、そして昔はねつけっていうのがあってね、帳面に花田三郎家いくらってノートにつけてくれて帰ってきよったっていう。じゃあこれを買ってさくらちゃんにプレゼントします。優しい。嬉しい。いいんですか。すごい。ガチで花田さんご購入。さくらちゃんに昭和の買い物を体験してほしかったらしいよ。さて北海道富良野市にあるカレーの名店に勤めていた黒崎さん夫婦、この店でもその味を引き継いでるんだ。うわすいません、じゃあ先にグラタンです。はい。うわー美味しそう。まずは奥様オリジナルの缶詰グラタン。食べ方があるらしいよ。ちょっと老眼鏡をかけていいですか。どうしてですか。ご飯に老眼鏡。いやちゃんと見ないとダメでしょ。まず横に添えてます。中身蓋にグラタンを少しずつ乗せて、グラタンが減ったらガブリとどうぞ。うわー柔らか。
え、これちょっと待って、これちょっと違うこと、違う、これこうやって食べること、はい、ね、私さっきからそう言ってます。え、本当？今乗せてって言ってるのに切るから。おじいちゃん扱いされてる。人の話はちゃんと聞いてね、花田さん。さて、パンの中にはソーセージとキノコのグラタンがたっぷり、おいしそう。うわ、パリパリ、熱そう。どれも抜くぐらいおいしい。パンもおいしいし、このグラタン最高です。あ、すいません、これめちゃくちゃおいしい。ああ、よかったです、ありがとうございます。びっくりした。びっくりした。あの、パンもすごいおいしいです。あ、はい、あ、ありがとうございます。あの、焼いてます、パンも手作りで、はい、はい、はい、焼いてます。そしてさくらちゃんは富良野で人気のカレー、トロトロの豚軟骨が入ってるよ。黒い、もう玉ねぎをも色がつくまでしっかり炒めてる色ですね。へえ、はい、いただきます。うん、うん、なんていうんですか、コクもあるし、でカレーのそのスパイシーな感じだけど甘みもあって、なんかすごい優しいのに、美味しい。これが豚の骨ですね、はい、めっちゃすぐポロポロって崩れますね。そうなんですよ、美味しい。かわいい。柔らかくて甘い、美味しい。ここにこう出店を決めたというか、あ、私の、生まれが飯塚で、あの弟家族が先に糸島に越してきてたのもあって、はいはい、まあ、糸島に来る機会が何回かあったんですね。で、あの主人の希望が、あの富良野出身で、あの海がない町に住んでたので、海の見える場所に住みたいなっていうのがあって、でずっとここ登ってきたら海が見えたんですね。それでもうここにしようって決めて。富良野に行かなきゃ食べられない貴重なカレーですよ。はい、富良野で大人気の黒いカレー、みんなも糸島でいただいちゃおう。はい、続いては恒例の Z 世代カフェに行きたいと思います。楽しみ。もうあのね、レトロ喫茶も大好きなんですけど、はい、もうめちゃくちゃ新鮮なよ、 Z ちゃんカフェって。俺の中でさくらちゃんが連れてきてくれたのは、今年5月糸島にオープンしたカフェドプペだよ。今回はですね、いつもはあの無機質なコンクリートカフェが多いんですけど、どうですか？テラスが広っ。やっぱテラス席って映えるから。映えるね。つい写真を撮りたくなるメニューがあるというこちら、店で焼き上げたクロワッサンやプレッツェルを使ったメニューが人気なんだ。ちなみにオーナーは以前このコーナーにも登場したさくらちゃんのモデルの先輩、ナナさんだよ。まあ、今ランチとかも始まったんですけど、やっぱりこのカフェメニューが人気があって、うん、プレッツェルとか、はい、はい、結構こう映えるんですよ、インスタで撮ってる人とかも多くて。それでは作ってもらっている間にあれやっちゃおう。恒例の撮影タイムです。わかりました。はい、お願いします。頑張ります。ちょっと足が長く見えるようにお願いします。下から撮るってこと？ちょっと下からです。この企画で何度も撮影してきた花田さん、なんだか技術上がってない？いきますよ。何ですかそのポーズ。なんか可愛いかなと思って。そんなことをやっている間にスイーツが完成。かわいい。何事？何事？お祭りとはそのことですよ。Z ちゃんと翔平さん、糸島市の映えメニューがあるカフェドプペにやってきた2人、人気のスイーツをいただきます。かわいい。何事？何事？お祭りとはそのことですよ。嘘でしょ。面白い。
白い。お祭りっていう人初めて見たんですけど。こちらはたっぷりチョコを塗った自家製プレッツェルにコーヒーとオレンジのクリームを挟んだもの。ドリンクは可愛く綿菓子のせ。でもこれすぐ溶けちゃうんだって。やばい、もう溶けおる。そう、もう溶けてるの。これ早い、マジで。溶けちゃう、溶けちゃう。やばい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 、急いで。あ、はいはい、違う違う、写真真剣表情が。やばさ、急げ。溶けるよ、溶けるせーの。かわいい、最高。こうやって撮るのもかわいいんですよ。デザートも一緒にバレーシューズで撮って、でピントはデザートに合わせるんですよ。うまいね。ちょっと学ばない。撮影テクを熱弁するさくらちゃん。花田さんに届いているのかは謎だね。写真も撮り合いだし、いただいちゃおう。いただきます。見た目はすごく甘そうじゃないですか。うん、甘そうよ。なんですけど、これコーヒーオレンジクリームなんですよね。なんでコーヒーの苦味とちょっとオレンジの酸味、ペロッといけそうです。爽やかな感じ。ちなみにこの綿菓子ドリンクは一緒についてるシロップをかけるとこんな風に溶けていくんだって。酸味のあるドリンクに綿菓子で甘みをプラスするみたいだよ。そして花田さんはクロワッサンとレモン、クリーム、アイスを合わせたスイーツをどうぞ。カップタイプなのでテイクアウトもできるらしいよ。アイスクリーム、クロワッサンって若干喉乾くじゃないですか。それをこのアイスクリームでまろやかにしつつ、はい、まあ、バター代わりの味付けとしての役割もあるわけです。はいはい、斬新ですよ。やっぱレトロカフェはさ、落ち着くけどさ、はい、こっちはワクワクするね。うん、やっぱ人気の出るお店を経営されてる方の発想ですね。いいアイデア力ですよ。勉強してるんですか。